ここまでのあらすじ。ルビーの教会に乗り込んだ私たち3人は七賢人の罠にはまり地下に閉じ込められた。でもこのまま地下でくすぶってるような私たちじゃない。筋さえ通りや、金次第で何でもやって抜ける。うるさい、そういうおふざけは状況考えてやんなさい。私はプルルート、通称プルルン。ぬいぐるみ作りと変身の達人。あなたも続けるんじゃない。せっかくネプちゃんといっぱい練習したのに。ちぇーん、この黒く沈んだ場を少しでも温めようと頑張ってるのに、この言われようだよ、ひどい仕打ちだよ。だから状況を考えなさいって言ってるの。ふん、こっちはこっちでずっと黙り込んでるし、大ベテランの女神様は新米の女神ごときにはごめんなさいの一言も言えないのかしらね。言い返してきなさいよ、これじゃ私が一方的にいじめてるみたいじゃない。口だけじゃなくて耳も悪いのかしらね。ほら何か言ってみなさいよ。はいはい、ストップ。ノワールはほんとこの辺の加減を知らないよね。ブランちゃんがかわいそうだよ。なんで私が責められないといけないのよ。悪いのは全部こいつでしょ。何泣いてんのよ。ああ、またやっちゃった。先生、ノワールちゃんがブランちゃん泣かせました。先生って誰よ。って、私は別に何も。ブランちゃん、泣かないで。触らないで。いたー。あ、暴力はダメだよ。プルルート、大丈夫？平気、びっくりしただけ。あなたたちが、私、一人でずっと、頑張って、泣きながらよくわかんないこと言い始めちゃった。ノワール、通訳お願い。私にだって無理よ。そっか、頑張ってきたんだね。だってこの大陸、女神が、私しか、だから。おプルルンが意思疎通に成功してる。し、ここはプルルートに任せておきましょう。お手本とか相談できる人とか全然なりたくてなったんじゃないのに。でもなっちゃったから一人でいっぱい勉強して。偉いね。私もそうだけど全然お勉強してないよ。長い間ずっといろいろ考えながら、それでもルビーが嫌だって人いっぱいいるし、でもどうにもできなくって。ああ、私もノワールちゃんもルイの外で暮らしてたもんね。七賢人にもずっと嫌がらせとか我慢してたけど、いくつか妥協しちゃって。でもこんな、なんかシリアスな場面が延々と展開されてるんですけど、そろそろボケの一つでもかました方が良くないかな。何回も言ったけど状況を考えなさい。
芸人根性出すようなシーンじゃないでしょ。でもでも、このままじゃ私たち空気扱いだよ。主人公ブルルン、ヒロインはブランの構図が出来上がりつつある状況だよ。うん、それは確かに困るけど。静かにして、ブランちゃんのお話が聞こえない。あ、すんません、ブルルートに怒られた。もう、あなたのせいだからね。そうやってずっと一人で何もかも犠牲にして、国を、それなのにあなたたちは簡単に。そっか、それで怒ってたんだね。そうよ。でもそれももうおしまい。私はもう。でも、それって多分楽しくないよね。楽しくは、うん、聞いててすっごくつまんなそうだなって。楽しいとかつまらないとか、そんなの女神には関係が。私は女神すっごく楽しいよ。ネプちゃんとかノワールちゃんとかイースも一緒だし。それでそれで。意味がわからないわ。何が言いたいのよ。うまく言えない。ノワールちゃん、ちょっと変身するね。え？どうぞって、ダメダメ、何気軽に変身しようと。これでじっくりお話できるわね、ブランちゃん。何？すごいおかんが。やっちゃったね、ノワール。どうすんのさ。え、今のは私悪くないでしょ。やばいよこれは。今の弱ってるブロンなんてドエスプルルンの格好の餌食だよ。ブランだけじゃない、こんな密閉空間でドエスプルルンと一緒にいる私たちだって。いざとなったら力ずくで抵抗するわよ、二人がかりで。ほらブランちゃん、こっちを向いて。あらあら、泣き晴らしてお目目が真っ赤っか。なんだよ、てめえなんか怖くねえぞ。かわいい。でももう分かっちゃってるから、そんな虚勢張らなくてもいいのよ。虚勢だと？そう、本当のブランちゃんは弱気で内気でうじうじした可愛らしい女の子。虚勢を張って頑張って国を守ってきたけど、それがなくなっちゃったから泣き虫の素顔が出てきちゃったのよね。泣き虫じゃねえ、勝手に人のこと分析するな。いいのよ、私の前では素直な自分をさらけ出しても。だからちげえって。てめえバカにしてんのか。あら心外、バカになんかしてないわよ、ちょっとからかってるだけで。それがバカにしてるっつうんだよ。さあ、やっぱりてめえなんか、てめえらに私の気持ちなんか。ブランちゃんの気持ちね。それってあれでしょ、自分は一人で苦労して頑張ってるのに、他の子たちが仲良く楽しそうに簡単にやっちゃうのが気に入らないっていう。すごく子供っぽいやきもちよね。
ほんとお子様なんだから。そんなんだから他の国に簡単に追いつかれちゃったり、一度負けただけで国民みんなに見捨てられたり、しまいには悪い大人に騙されて国を取られちゃったりするのよ。うわぁ、泣いちゃう、また泣いちゃうよ。さすがはドエスプルル、言葉攻めだけでブランをここまで。感心するとこじゃないでしょ、プルルと。もうそれくらいで。だったら、あたしたちがお友達になってあげるわ。だから、今日からあたしたちはお友達。もう羨ましがる必要なんてないわ。なんでいきなり、やっぱり私のことバカにして。してないわよ。私ブランちゃんのこと気に入っちゃったの。ダメかしら。ダメじゃ。でも私友達なんて。そう、あのドエスブルルンが優しいだと。逆に怖いわね。あの笑顔の裏で一体何を企んでいるのか。うん、きっとあんな感じで難攻不落の一人ぼっちだったノアールも陥落させられたんだね。さらっと失礼なこと言うんじゃない、引っ張ったくわよ。ネプちゃん、ノワールちゃん。はい。なんでございましょうか。私ね、お友達のためにお手伝いしてあげたいの。この国を取り返すね。当然二人も手伝ってくれるわよね。はっ、仰せのままに。うん、いや別にそこまでしてやる義理はね、ノワールちゃん。仕方ないわね。七賢人よりはルビーの女神の方がマシだし。あなたたち決まりね。それじゃあ、えへへ、よろしくねブランちゃん。こちらこそよろしく。はあ、今度は照れてる。あのブランが泣いたり照れたり、貴重な映像だな。そういう風に話がまとまっちゃったのはこの際いいんだけど、私たち閉じ込められてるのよね。ああ、一応聞いてみるけど、内側から鍵を開ける方法とか抜き道とかはないのかしら。ないと思うわ。この牢屋は大臣が指示して作らせたものだし。じゃあさ、全員で変身したら壊せたりしないかな。もう一回変身するの？それも無理でしょ。私たちが女神だって分かった上でここに入れたんだから。それじゃあどうしたらいいのさ。知らないわよ。文句があるならルビーの女神に言いなさいよね。あらあら、何やらお困りのようですわね。その声、まさか生きていたのか。デール、勝手に殺さないでほしいですわ。数時間ぶりですわね、皆さん。どこに行ってたのよ。いつの間にかフラッといなくなって。細かいことは気になさらないで。そのおかげでこうして皆さんを助け出せるのですから。え、あなたが持ってるの、ここの鍵。すごい、どうして持ってるの。見張りの方が大事そうに持ってましたの。しばしお待ちになって。
飽きましたわ。おお、サンキューベル。わーい、お外だお役に立てたようで何よりですわ。自由の身になったからにはこっちのもんだね。あのおっさんにどっぷり仕返ししてやんないと。ほらほら、行こうブランちゃん。お、引っ張らないで。一人で見張りを全員倒したの？ええ、まあ少々骨が折れましたけれど。あなた何者？それは乙女の秘密ですわ。私のことよりもほら置いていかれてしまいますわよ。あなたのことはよく覚えておくわ。待ちなさーい。あんまり騒いだら見つかっちゃうでしょ。さて、私もおいともしましょうか。この大陸の女神の実力も見せていただきましたし、この程度であれば簡単に。私のターンね。ついてないのかな。そこね。えい。そこね。じわじわ来るわよ。邪魔よ。ました。えい。てりゃー。これは痛い。おしまい。もう私。すべき行動は消えなさい。行くわ。余計な指図は必要ないわ。このさて、どうしようかしら。Thank you.
海行け。アイテム見行け。ところでさ、ブルルン。なに？ブランのためにこの国取り返すってのはいいんだけど、どうやんの？それは、どうするの？ノワールちゃん。私に聞くの？本当に漫才みたいね。あなたたちの会話は。そう思うんならツッコミに回ってもらえると助かるんだけど。私は観客で満足よ。ねえねえ、ノワール。ノワールちゃんってば。うるさい。今考えてるから少し黙って。今さら普通に大臣を倒したところであんまり意味はないし。そうね。そうしても私のシェアは失われたまま。だよね。全国放送で思いっきり私たちに負けちゃったんだもんね。あんまり思い出させないでくれねえかしら。ブランちゃん、喋り方がおかしくなってるよ。放送？そうだわ。確かあの大臣、政見放送するとか言ってたわよね。政見放送？随分と手回しのいいことね。ざけやがって。また混ざってる。でも、こっちからすればチャンスだわ。放送されてる中であいつを倒して、悪事を全部暴いてやれば。すべて、ひっくり返るわね。ノワールちゃん、頭いい。大したことないわよ。まあ、頭脳派かと思ったどこかの国の女神様は、この程度のことも思いつかなかったみたいだけどね。やだな。頭脳派なんて初めて言われたよ。もう、ノワールってば褒め上手なんだから。あなたのことじゃないから。100% ありえないから。あんまり調子乗んなよ。私は今本調子じゃねえだけだからな。はいはい、分かりやすい負け惜しみだけど、今はそういうことにしといてあげるわ。てめえ、もう喧嘩しちゃダメだよ。喧嘩するほどの仲になったつもりはないわよ。ブルルートの頼みだからこの件だけは手伝ってあげるけどね。くそ、こんな奴に借りを作っちまうなんて。ほんとでっかいかしよね。国を奪われた情けない女神様の尻拭いなんてね。ギリネプテューヌですが、パーティー内の空気が最悪です。もうダメだってば。さっさと終わらせるわよ、こんなやつの手伝いなんて。こっちのセリフだ。てめえなんかと一秒でも一緒にいられるか。アイテム見っけ。やられたわね。
ずっと私のターンってわけにはいかない。待ってねー、おまけがついてるんだよねー。バイバーイ。私の番ね。行くわ。そこね。その足取るの。はい、どーい。そこね。えい、もらったわ。じわじわ来るわよ。どうしようか。リーダーずっと私のターン。余計な指図は必要ないわ。これも、みんなのおかげかしらね。ダラララーダーラーダーダラー、レベル上がったの？あたし。私としたことが、油断したわ。私の番ね。そこね。行くわ。これも。私は負けない。ずっと私のターン。二度と。ってわけにはいかないんだよ。私の本気見せちゃうよ。変身完了よ。そこ。せい。切り裂け。さっさと終わらせるわ。デュエルエッジ。あっちです。装着完了。邪魔よ毒を持って毒を制すってね。もう私変身してもいいよね。さあじっくりと楽しみましょうか。それこれがいいのかしら。ダメ、もう抑えが効かないわ。この状況で優先すべき行動は、行くわ。消えなさい。フライスヒーフォースト。やめなさいよ。やるじゃない。はぁ、行くよ。毒を持って毒を一気に決めさせてもらう。いや、余計な指図は必要ないわ。命乞いしても問題。ハードブレイク。あなた気に入った。だからとっておきのお見舞いしてあげる。特別に延長サービスよ。